皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学1日5問問題練習の第47日です。では問題を見ていきます。括弧1、次の計算をしましょう。丸1、括弧 7-19 括弧割る3と、括弧の中を先に計算します。 7-19 はマイナスの12ですね。マイナス12割る3。負の数を正の数ではあるので、答えは負の数で、12割る3は4ですから、マイナス4。これが答えですね。丸に、9a 足す5、引く 3a、引く7と。まず、a がついている項を前に持ってきて、並び替えをします。9a、引く 3a、足す5、引く7にしますね。 9a-3a は 6a ですね。 5-7 はマイナス2ですから 6a-2 が丸2の答えです。括弧2、次の式をかける割るを用いて表しましょうと、ね、ちょっと今までの逆ですね。丸1、 3ab、 この3と a と b の間にはかけるが省略されていました。ですから元に戻すと 3×a×b こうなります。丸2です。2分の x、 分数の形は割り算の時に、なりましたね。そして分子は割られる数、分母は割る数です。ですから x 割る2が答えです。丸3、マイナス c と、このマイナス c というのはマイナスの後ろに1が隠れていて、マイナス1かける c のことでしたから、マイナス1かける c、 これが答えになります。括弧3番です。a イコールマイナス2、b イコール4の時、a 2乗マイナス b の値を求めましょう、ね。式の値を求める問題でしたね。a 2乗マイナス b の a のところにマイナス2を代入して、マイナス2括弧の2乗、引く b のところに4を代入しました。ですから4と、マイナス2括弧の外側に2乗ですから、マイナス2かけるマイナス2、つまり4ですね。4-4になって計算すると0です。ですからこの式の値は0ということです。括弧4番、次の計算をしましょう。丸1、 4a-3足す 2a 足す1と、ね、多項式の加法、足し算の筆算の形です。この場合はまず前の方から計算するんですね。普通の数字の時には、繰り下がり、ね、繰り上がりなどがあるので下の位からいきましたけれど、文字式の場合は前から計算していきます。 4a 足す 2a、そうするとこれ 6a ですね。そしてマイナス3足す1、これはマイナス2ですね。つまり 6a-2 というのが丸1の答えです。丸2番です。 2x 足す5、失礼しました、 2x 足す5足す x-8 こうなっています。 2x 足す x、 これ 3x ですね。そして5足すマイナス8、負の数の絶対値大きいですから負の数になって、絶対値は8-5やるので3と、 3x-3 が答えです。括弧5番、次の計算をしましょう。括弧 3x-5 括弧閉じて引く 2x 足す3と、これ多項式の引き算ですね。この時にはこの引くの部分を足すにして、
括弧、後ろの括弧ですね、後ろの括弧の中の符号を逆にします。 2x は正の数なので負の数にして -2x 足す3は引く3にして括弧を外します。 3x-5 引く 2x-3 こうなりますね。並び替えをすると 3x-2x-5-3 となって 3x-2x は x マイナス5引く3ですからマイナス8と x-8 というのが、括弧5の答えになります。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。